カにゅうゆずが、東日本放送サンデーチャージスポーツに TBS へ出演し、まずは今後年内の活動について重要な新情報を発表してくれたわよ。なんと年内にアイスショーを2回開催し、10月には自身の公式 YouTube チャンネルの更新も、ショーについては自身のプロデュースで 競技の枠にとらわれず、さらに難しいプログラムを目指していくと、重大な新発表が来た。羽生結弦がなんと年内2回のアイスショー開催へ皆様から、東日本放送サンデーチャージスポーツの羽生結弦 TV 生出演はご覧になられたかしら。私仕様で東海道新幹線の車中から、 ライブ配信を見たのだけど、トンネルを過ぎて電波が途切れがちで、涙取り急ぎ、羽生譲るから、大切な新情報について研究があったので、その部分だけをまずお伝えしていきます。自身がプロデュースするアイスショーを年内2回開催、羽生譲る公式 YouTube チャンネルの動画を10月、 初順にアップアイスショーに関しては、一つのショーで複数プログラムで何度か羽生結弦るを見れるようする。今の時代にあった新しいもの。競技プログラムの枠にとらわれず、さらに難しいものを目指していきたい。表現として伝えたいものを分かりやすくする。てっきり年明けのショーかな、と思っていたので、 年内に2回も見れるなんてチケット争奪戦が。腰抜かしそうになったわ。会場はもうすでに決まったと思うわよ。共演者も誰になるのか。気になるわ。またアーカイブが出次第。しっかりと話したこと。情報などをまとめて別記事にするわね。 それにしても新幹線揺れすぎよ、PC がうまく打てない。ご自脱字あったら、ごめん遊ばせ。とりあえず、車中からの更新でした。笑い、追記、スポニチさんが羽生結弦のコメント部分の書き起こしを、番組内で今やりたいことを問われた羽生結弦さんは、しっかり、 アイスショーをやりたいいと思っていてまだ宮城県内とか仙台市内とかというのはちょっと言い切れないですけどいずれ仙台だったり宮城県でもやりたいなと思っていますとし今後の見通しを語った一応アイスショー自体は年内に2回くらいとりあえずやろうかなと思っていて ちょっと箱の問題とか会場の問題がなかなか難しくて、プロに転校するってちゃんと皆さんの前で言ってから、いろいろ動き始めたので、なかなか会場を取れなくて大変だったんですけど、とりあえず2回はやろうと思っています競技としてのフィギュアスケートはショートプログラムを演じ、翌日や翌々日にフリーという形で進行。 プロとして銀盤に立つ羽生結弦さんはこれからアイスショーをメインにやっていくとなると1日に最低に3個くらいのプログラムをドンってやらないといけなくなってくるそういうことを考えると確かにプロスケーターって枠で考えれば確かに3回転でもいいじゃないか2回転でもいいじゃないかってなるんですけれども 僕は4回転を飛んでなんぼだと3回転半を飛んで4回転半も挑んでみたいなことを考えているのでそうするともっともっと体力つけないといけないんですよねそういった意味ではギアを上げきってもっと強くもっと体力をみたいな感じでは思っていますと さらなる進化を見据えた思い描くショーの形についても言及これまで僕はアイスショーの演技一つ一つに込める気持ち体力がかなりあったので一つだけのプログラムに絞らせていただいていたというのが正直あってそれをちょっとずつ増やしていこうかなということは思っています一つのアイスショーで何回か 羽生見られるよみたいな感じではしようかなと思いますねと話し次のように続けたあとはショーに対しての見え方音楽とどういう風に合っているのかとかフィギュアスケートって言葉がないのでどうしても表現したいことなんだろうなってわかんなくなったりすごい抽象的になったりもするんですよね。 それをもっと伝わりやすく皆さんにとってわかりやすくみたいなことはいろいろ工夫したいなと思っていますアイスショーの枠をちょっと取っ払っていけるくらいの勢いで頑張っていきたいなとは思いますただちょっと時間がなかったのでそこまでいけるかなっていうちょっと妥協しながらの部分は プロデューサーとしてはちょっと妥協しているかなと思わなくはないんですけれどもこれからさらに頑張っていけたらなと思います競技会とは異なりアイスショーには厳格なルールは存在しない例えば具体的に言うと競技だったら同じジャンプ2回までしかできないよってルールがあったりするんですけど同じジャンプ4回でも5回でもやっちゃえとか コンビネーションジャンプと言ってジャンプ飛んですぐジャンプ飛ぶみたいなのもあるじゃないですかあれを何回もやれちゃうよみたいなルールを取っ払ってでも難しいことをやっている技術的にも体力的にも難しいことをやるそれプラスアルファで試合でやっていたものをより完成度高く やってみせるということもやっていけたらいいなと思いますと話した羽生結弦さんはここまで行ってよかったのかなってちょっとハラハラしてますと笑みを浮かべていたファンからのコメントチピ2022年9月25日 633pm お姉様新幹線の車内にもかかわらず仕事が早い さすがです。W 嬉しい発表の連続でしたね。なかなか会場を抑えるのが大変という話を、先日していたばかりなに。年内に。しかも2回とは、さすが羽生結弦るですね。ただ、その会場のキャパが気になります。急遽抑えることができたということは、あまり大きくないのですかね。うー、チケット争奪戦に勝てる気がしません。 ベストスケーターのスケジュールもそう簡単に何人も抑えることができるとも思えないので、少人数で小規模で1時間半くらいのショーとかですかね、羽生結弦君のショーなら、急な招集でも多少スケジュール調整してでも出たいというスケーターも多そうですけれど、グランプリシリーズや全日本と時期的にもかぶりそうですし。 現役スケーターはもちろんですがコーチや解説業をしている OB も出演は難しいでしょうしひとまず今週末から来週末あたりに YouTube で何が配信されるのか楽しみですね「ポケモノ2022年9月26日1」58AM おめえさまいつもありがとうございます 先日のコメントミスの件早々にご対応いただいてありがとうございましたお手数をおかけしてすみません羽生結弦さんのアイスショーがまさかの年内だなんて今年はあと3ヶ月ええー、羽生結弦さんだけのショーが見たい羽生結弦さんだけのショーが見たいそこに清塚さんトシさんのコラボレートで 超一流アーティストのパフォーマンスだけ見ていたいです。そういう方たちにお金を払いたい。しかし超一流の方は、ごくごくわずか。個人的に。殿と、宮原さんだったら良いですけど。まおちゃんと、緑城なら、すごく嬉しいです。が、無理です。もっと、ね、間違ってもスケレンから解放された、元副会長は、 絶対やめてほしいですわ。ショーの開催日は全日本選手権の日でよいですわお姉様、ま、話は変わりますが昨日から始まった世界バレー女子内瀬戸の名前を久しぶりに聞いたと思ったらポジションがアタッカーからリベロに変わっててびっくりでしたポーラ2022年9月25日 929pm 羽生結弦ゆくんのスケートが恋しくてたまらなくなっていたのでタイムリーな話題です。私も抽選は一人一回制にしてほしいと思ってます。その上でも行かれない人の方が多いでしょうから映画館のライビューを都市の大きさに応じて設定してほしいな。やはり生で見たことがあるからこそ映像でも その感動や感激を上書きできるわけだし、ここのところ、TV 出演、書籍出版、スポンサーのお仕事、グッズ販売と大忙しだったけど、羽生結弦くんのプロの人滑りに勝る喜びはありません。どんな形でも良いから、年内のショー、この目で見たい。